おはようございます。おはようございます。リンゴルフフューチャーズトーナメント決勝ラウンドの第1日目がやってまいりました。ピートダイを2日、トーナメントコースを2日、1位なおかつ通算成績、1オーバーパーまでそれ以下ということで、成績を取っていただけたら一時 QT、USLPGA、リンゴルフがサポートいたします。頑張ってください。バンカーありますか？え？バンカーあった？バンカーないな、ここは。あのないっていうか、あのフェアウェイバンカーないよ。右のあのカート道より右はトラブル、はい、あ、じゃあ、うん、あのカート道路ぐらいに、うん、7番ピート台やってまいりました。ここの横にはミッションヒルズで一番の高級デベロッパーがあります。セントロイヤルセントジョージストリートです。7番また池が戻ってきました。左側ずっと池です。フェアウェイ右に逃げて残っているか残っていないかギリギリのところです。アグレッシブなラインだね。やばいかな、大丈夫かな、あ、ギリギリ大丈夫かな。うん、ナイスショット。フェアウェイ右ナイスショット、これはロングドライブです。ロイヤルセントジョージストリートに立つ豪邸街です。一軒あたりの平均価格は約6億円から7億円ぐらいだと思われます。さ、笹原選手200ヤード、ピンに向かってまっすぐ飛んでいます。ちょっとショートでした。翔華選手187ヤード、若干上がってます。風はフォロー、うん、ドローがかかりピンの右グリーン右にオンしています。さあ、約180ヤード弱、これもピンの右からフレンドリーに左に入れましてオンです。ナイスオン。笹原選手は約30ヤード弱ショートしています。アプローチショットです。うん、ナイスアプローチ。問題なくパーでしょう。よく寄せました。さあ、翔華選手は約12メートルのバーディーパットになります。下りのスライスラインか。うん、ナイスタッチ。和田すみれ選手は約5メートルバーディーパットです。ん、ナイスパー。8番ホールパー4、ここはお水なしのホールです。翔華選手快調に飛ばしております。出だしよく2アンダー。うん、ナイスショット。ちょっと左ラフでしょうか。あ、左フラウェイギリギリ残ってます。テンプルに出て距離は出ていません。
ナイスショー、ど真ん中。笹原選手、162ヤード、ちょい上り、ちょいアゲンスト。ピンは左奥です。ピン右から回して攻めていきたい。ピン右から行きましたが、グリーンには乗っています。左の方に落ちていったはずです。これを真ん中に、グリーンのグリーン真ん中というか右目ですね。かなり遠いパットが残っています。ピンの左に行ってしまいました。左のラフでしょうか。このホール8番パー4、全員2オン。スミレ選手もギリギリピンの左、残ってワンピンバーディーチャンスです。まずは翔華選手から約12メートルの下りのパットが残っています。さあパーセーブなるか。これはバーディーパットですが、12メートル。おお、ナイスタッチ、素晴らしい、ナイスパー。笹原選手約6メートル弱、バーディーパットになります。惜しい、ナイスタッチ、ナイスパー。読み切れませんでした。ナイスパー。ね、早くも9番ホールにやってまいりました。パー5、右ドッグ、538ヤードです。よいしょ。よいしょ。ど真ん中。よいしょ。これもど真ん中。坂原選手、パー5第2打。自分の好きな距離を残し、前半最後のホールバーディーフィニッシュして2オーバーで終わらせたいところです。よいしょ。よいしょ。よいしょ。さあ9番ホールパー5第3打目、113ヤード残り。さあピンに絡めて2オーバーでフィニッシュしたい由美選手です。おお、ナイスショー、絡んでるね。全く同じような位置から翔華選手第3打。おお、ちょっと右に出てしまいました。和田選手57ヤード第3打、これを寄せてバーディーフィニッシュでイーブンパーで折り返ししたいところです。ちょっとショートが難しいところでしたが、バーディーパットには寄せています。翔華選手らしくない
サードショットで右に外してしまいましたが、しのげるか。8ヤード。おお、ナイス。ナイスパー。ナイスバーディー。戻したね、イーブンに。さあ、笹原選手もバーディーフィニッシュができるか。スライスを読み切れませんでした。ナイスパー。さあ後半10番ホール、長いパー4、ティーショットです。前半バーディーで締めてイーブンで10番ホールを迎える小田澄玲選手です。ナイスショー。よいしょ。うん、よいしょ。女子にとっては長いパー4。さあ、さあ、原選手は残り220。グリーン右、ラフ、ショートです。これも約200ヤード。これは筋って飛んでってます。これ約200ヤード弱ですが、グリーン右に読んでしょうか。笹原選手は約45ヤードのアプローチショットになります。1メートル50センチ、翔花選手約25ヤードのアプローチになります。やはりこの424ヤードパー4、女子にはちょっと長い距離で皆さん苦労しております。ナイスアプローチ。50センチにつけました。パー確実でしょう。小田選手15ヤード。これもナイスアプローチ。パー確実です。さあ、ここは是か非でも入れてパーをセーブしたいところです。惜しい。11番パー3、右は池です。さあ、ピンをアタックすることができるか。172ヤード。ピンに向かってまっすぐ飛んでます。ナイスショットっぽかったです。右ってすぐ池ですか？右はすぐというか、あの 草の延長線上は池だよ。あと草の左は池じゃない。草とグリーンって近いですか？草とグリーンは近いよ、すごい。でも今日は結構左側に切ってあるよね、ピンがね。そうなんだ。うん、グリーン右。グリーン左バンカー方向に向かって飛んでます。バンカーでしょうか。
笹原夕美選手どういうようなショットを見せてくれるでしょうか。練習スイングの振動で転がりそうな位置にボールが残っています。ありえないボールの残り方ですが、どんな打ち方で寄せるか。選手は約8ヤードのアプローチ、これは問題ないでしょう。あ、これはちょっとショートしてしまいました。グリーン状態がまた悪くなっています。杉田選手バーディーパット決められるか。スライスライン、最初から向きが違ってました。3連覇でした。さあ翔華選手しのげるか。ナイスパー、うん、ナイス。12番パー4、左ドッグ。グリーンは半透グリーンになって水がらみです。フェアウェイ真ん中狙い、ナイスショー。アグレッシブなラインだったね今のも。最短距離を言ってたね。おお、これもアグレッシブなラインだね。よいしょ。おお、これはちょっとやばい。ブラッシュになってしまいました。笹原選手、ここから160ヤード、なんとか寄せ、ワンパーを取りたいところです。ピンの右、翔華選手、スミレ選手、2人ともアグレッシブなラインで、ナイスショットでした。残り100ヤード弱、98ヤード。ピンに向かって飛んでいっておりますか。コブがあって分かりません。行ってからのお楽しみ。ピン横、右横にナイスオンだと思われます。ちょっと左に駆け気味のショットでしたがどうでしょうか。さあ笹原選手、約10ヤードのアプローチショット、これは寄せるというよりも入れたいアプローチです。惜しい。笹原選手、110メートル下りのフックライン、かなりフックします。読み切れるか。ここから曲がってくるか。ナイスタッチ、ナイスパー。さあ翔華選手は約1メートル20センチバーディーパット、ここまで危なげなく順調にテレビゲームのようにゴルフをしております。
ナイスバーディー。